なんかいわゆる芸能人とか有名人じゃない一般の人たちってめっちゃ不倫してない、うん、なんか不倫めっちゃするだろ あいつらよく聞く。なんかおかしいというか、ダメだよ不倫しちゃそんなにみんな、うん、それ芸人なんてそもそもクズ人間の集まりですよ言ってみりゃね、うん、ろくでもないやつらが集まってる人たち、まあその分突出した才能とかがある方々が有名になったりして、うんうん、でまあいろんなその遊んだりするようなやつらなのにそれすら今許されてないわけじゃないですか。もうね、ガチガチに固められて下い、一番したいのにな、文春とか一番したいとかじゃない、まあでもみんなその気持ちあるとして、じゃあ大前提ね、うん、でも文春やら、ツイッターやらとかであって何にももうずっと監視下に置かれてて、うん、もう真面目に生きるしかなくなってる中、うん、誰からも何にも気づかれない一般の人たちはめちゃくちゃ不倫してるでしょ。いやずるいよ、二駅移動すりゃ誰にもバレないんだから、うん、ずるいよな、そんなの。ずるいずるい。ずるいよっていうか、おかしいよ。芸人が一番真面目になっちゃうよ、このままじゃっていう。そうそうそう。一番したいのにできんで、なんか、ずるいよな。そう、別に一番したいのにできないとか、ではないけど。一番したいが。まあ、本来、そういうメンタリティ、モテたくてやってるとか言うわけですからね。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。それがもう何も遊べなくて、だって、僕、居酒屋で普通に誰か、舘野さんが誰かと飲んでて、うん、で隣の方が多分気づいてくれてたんですよ、うん、まあ、声もかけてこないし、ちょっともう嫌じゃないですか、聞かれてるなとかもし、うん、見たらまた僕の宣材写真、赤ジャージの方の宣材写真が出てるんで、あれね、そっち出すねと思いながらも、家ね、なんか家ではないわ、死んでないんだから。でもまあやって、うわってかなって、あ気づいてるなと、なんかつぶやかれてたら嫌だなとか、うん、なんか変な話してるのはなんか変な感じで書かれたら嫌だなとか思うじゃないですか、うんうんうん、っていうそのチラチラ見てる2人がどう見ても不倫なんだよ。会話の流れとか聞いても嘘、なんだこれと思って、うでしょ。え、会話でもう分かる。会話もそうでしょ、お互い指輪とかもしてダブル不倫みたいな感じ。うわ、なんか、なんだかなって思うでしょ。なんだ、別にいいだろ、ちょっとぐらいはその、なんでかなみたいな意味での、本来の、元来のなんだかな、だからいいんですよ。元来の方ね。元来の方っていうか、あの人も別にそういう意味で言ってるわけですけど。いや、なんかこれって、怖いなと思って。で僕らなんてもう一般の社会からこうあんまり関わることなく生活することが多いから知らないけど、うんうん、結構ありそうでしょ。まあ当然大多数は真面目に暮らしてると思いますが、うん、そんな中そういう人いるし、一番怖いのがこの春なんて新入社員とかになって、うん、できる上司とかにこうなんかかっこいいと思っちゃってみたいな、ね、みんな本当に気をつけろよあいつらに。その新入社員の人たち、うん、特に女性の方々、うん、できる上司かっこいいと思う時期が絶対来ると思うし、うん、優しくしてかったりしたらほろりとこう言って、お酒もまだ飲み慣れてないとかで飲み行こうよとか、かっこいいバーとかおしゃれなとこに連れてかれてほろっとなんか過ち犯しちゃうみたいな、ダメですからね。ダメダメ本当に。なぜなら本当にこっちが悔しいんだから、そんなの、うん、そうこっちが悔しいよっていう思いだけで、そう、ね、うん、そっち行くんだったらこっち来てください。僕も正義感で止めてるわけではない、本当に悔しいしムカつくという、そうそう、ムカつく人のそういう人の幸せ話俺も悔しい、悔しいんだよな、本当にやめてください。でもよくあるんだよ、その上司に多分憧れるって。高校の時とかですら先輩憧れあったじゃないですか。 あんな1年2年のもんで憧れるってことはもっとこれが開いて、うん、でいけてるように見えると思うんだよ、新入社員の女性が、うん、仕事ができてね、右も左も分かんない中スーツをなんか着こなしてかっこよく着てて、同期とかの男とは全然違う、大学で今まで見てきた4年の中のやつとは全然違う大人な余裕、そうね、ある程度ちょっと金も持っ ていいお店を知っててね、そうそうそう、いい大人の飲み方ができて、で優しくみたいな、本当に騙されるなみんな、結婚しててみたいなね、それが逆に余裕になってみたいな、ね、絶対騙されるな、なぜなら本当にこっちが悔しい、本当にそう、こっちが嫌な思いするぞ、うん、まあ知ったことないだろうけどお前ら不倫とかしたらこっちが嫌な思いするからな、そっちに行くんならこっちに来てください、ね、それもわけわかんないですけど、うん、まあ健全にした方がいい、後に後悔することとかになるから、うん、絶対ね、そんな不倫とかしてて新入社員の時とかにありそうだから、よくそういう話聞くでしょ、うん、もう不倫したいわ、なんだお前、もうお前とは話合わねえわこの理論主張できねえそんなやついたら。でも皆さん本当に気をつけてください、うん、ましてこういう時代ですから、写真とか撮られたりとか、いろいろ、なんていうの、勝手にその誰でも撮れるわけですから、うん、なんかでバレたりとかして、大揉めになりかねないですからね。いや、本当にね。それは一般人も変わんないですから。もう良くないことは良くないことですからね、大前提、ね。本当にそう。まあ、大多数ね、真面目にしてると思いますけど、上司に誘われても、ちゃんとそこは断れるように。超えないようにね。ね、しといてください。うん、ダメですよ。ずるいですよ。平日毎日愚痴を更新しています。ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランド井口の愚痴アジー。